NGC4452 は地球から真横に見え、中央に角が見える。渦巻き銀河 NGC891 はゴミの多い銀河面を持つ。銀河面は円盤のような形の銀河の質量の大部分が存在する平面である。銀河面に垂直な直線は銀河極の方を向く。実際には銀河面や銀河極という言葉は特に銀河系のものを指すことが多い。 不規則な形の銀河で、明確な円盤を持たないものもある。銀河系のような渦巻き銀河でさえ、構成が完全に、同一平面上になく、銀河面の定義が不完全で、恣意的なものもある。1959年、国際天文学連合は、銀河系の北極の位置を、当時使われていた B1950 元気で、 設計 12h49m、席27度24と正確に定めた。現在の J2000 元気では、再差を考慮に入れると、正確な位置は、設計 12h51m26.282s、席27度0742.01となる。この位置は、牛海座の明るいアークトゥルスに近い。同様に、銀河系の南極は、彫刻室座にある。 銀河座標の経度0度も1959年に点の極から123度の一角と定められた。そのため銀河赤道上の経度0度の点は B1950 では設計 17H42m26.603s、赤い -28 度55.445、または J2000 では 設計 17H45 立方メートル 7.224S、赤いマイナス28度560.23で、一角は122.932度である。銀河中心は北面の東31.72度、または31.40度の一角にある。ありがとうございます。